新潟市江南区の羽ばたき信用組合と三条市の三条信用組合が来年12月をめどに合併することで合意しました。羽ばたきと三条は来年12月をめどに対等の立場で合併することで合併基本協定書を締結したと発表しました。新型コロナの影響やアメリカの金融政策の転換に加えて人口減少などで中小企業の事業環境が不透明な状況なことから合併に踏み切ったとしています。人員の削減は今のところ考えていないということです。収益力が大きければ大きいほどね、バッハがあるということになるんで、それから自己資本の問題、自己資本も大きければ多いほどいいんですけれども、そういうバッファーがやはりある程度ないと、これからこう安定したですね経営を維持していけないと。合併後の名称は羽ばたき信用組合で、預金額は県内3位となる見通しです。